ってる？オメガレイとオメガリオです。今日はね、何？あの、うん、メタルビルドを受け取りに行きたいと思います。うん、あれですか？あの10万円の。違うね。それは買えなかったやつだね。受け取りに行くやつはいくらするんですか？1万6000円。安くねえわ。はあ、メタルビルドのストライクっていうね、ガンダムシードに出てくるガンダムなんだけど、かなりね、買いやすいね、お手頃価格になってるんですよ。こいつは感覚が狂っちまってる。メタルビルドってね、定価で買うのがね、結構難しくて、そうだよ、うん、今回はね、うん、ネットで予約してイベントで受け取るっていうね、方式なんですよ。じゃあイベントに受け取りに行くってことですか？そう。それでは秋葉原で開催されているイベント、メタルビルドインフィニティに行きましょう。マッショウ。着きました。着きました。いや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 、なんかすごいでかい看板ですね。ね、なんか中もすごそうだね。あの人めちゃくちゃいて、おっさんばっかりで、もうやめてやめて。それではね、ガンダムを受け取ってからいろいろ見てね、帰りたいと。ということでね、帰ってきました。大変だったね、マジで。筋肉がツルツルだよね。なんかさ、気になったやつリオちゃんあった？あったよ。まずこれ、おお、X ワンじゃん。マジよ、センスいいね。超可愛い、超可愛い。キンケドゥナン。ガンダムじゃなくて鳥ね、鳥。え、鳥さん、ペテペテペテ、鳥さん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 。これね、あの、うん、劇中にもね、出てきてないんですよ、確か。あとこれ、このね、とんがってるとこがね、めっちゃいいよね。わかる。ね、まあ、大人向けだからね、あの先端とかもこうシュッとねしてるんだよね。刺さる、刺さる。あとね、この光がいいよね。見てこれ光ってるとこよ。ね、それはね、メタルビルドと関係ないよね。それでは開封していきましょう。いきましょう。はい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 。やっぱね、かっこいいですね、このメタルビルドは。ねえ、重量感がね、すごいですね。なんかシンプルだね、ドシンプルだ。いや、ストライクってね、うん、なんかね、背中にパーツがくっつくことで、うん、攻撃型になったり、近距離のね、戦闘型になったり、高機動型になったりとね、うん、いろいろカスタマイズされやすい機体で、それのね、ベーシックな素体みたいな感じなんですよ。え、これ以外にパーツを変えってことですか？いや、それは言い方がちょっと悪いね。うっそ。例えばね、これが最近出たね、オルタナティブシリーズのこのパーツをつけることで、自分なりにね、カスタマイズできるんだね。ね、なんか手羽先みたいだね。やめて。これはね、1個5000円だね。手羽先が5000円ですか？やめて。怒られるよ。手羽先。やめて。これもね、展示であったやつなんだけど、そうですね、いろいろね、パーツをつけてるやつなんですね。なるほどね。例えば、うん、これを再現しようとすると、1、2、3、4、5、6、7、8で、5000円かける8。さらに、このフライトユニットのパーツで、7000円するので、パーツだけでも4万7000円ぐらい必要になっちゃうんですよ。このストライクがね、3個分くらいで必要なんですね。これも買うんですか？いやね、レイはね、やっぱね、劇中で活躍したソードストライクのね、あのサンライズ立ちとか、あとね、エールストライクのオープニングポーズとかでね、撮りたいかなってね、思ってんだけど、まあ、今回のこのストライクも、あの、エールストライクの、あの、オープニング立ちしてるけど、やっぱ背中のね、バックパックがやっぱね、欲しいよね。何言ってんだ、こいつはずっとうるさいな。それでね、あのね、これも買ってきたの。何ですか、これは。いや、これはね、アニメでも活躍してる、リボルバーのデッキで、バレルロードとかね、福音とかね、直命とか、いいカードがいっぱい入ってる。そういうこと？
ことで聞いてんじゃないんですよ。今度は遊戯王ですか。そう、しかも3つの、まあね、これはねストラクチャーデッキっていうね、買えばすぐ遊べるやつなんだけど、やっぱね3個で1個みたいなとこがあるんですよね。は？いや、ストラクは3個で1個だからね、これは大事です。ということでね、ガンダムのストライクと遊戯王のストラクを変えたということでね。うまくね、まとめようとしてるけど、遊戯王はいらなかったよね。実際のところいらなかったよね。だって発売日だったから。つい最近も見たぞ、このうち。